はい、こんにちは、たけチャンネルです。今日は全然何の情報提供でもないんですけど、突然なんですけど、ルービックキューブを6面揃えようと、思いました。まあ、テレビを見てて、まあ、ルービックキューブやってて懐かしいなと。で、我が家にもね、あるんですね。こう10年前、まあ、20年ぐらい前かな、に購入したルービックキューブ。で、その買った当初はね、当時は、まあ、早くはないんですけど、4、5分あれば、まあ、6面揃えられるように、いろいろこう、勉強してできるようになったんですね。で、ちょっとね、僕、突然思い立ったんですけど、スピード競技ありますよね、ルービックキューブの。で、あれはまあ、ただ6面揃えるのとは全然ね、ちょっと別物だって言うんですけど、それをね、ちょっと勉強して、やっていこうかなと思ったんです。まあ、ただね、それ以前に、今も、まあ、6面揃えられるのかどうか、ちょっとね、怪しいので、まずそれをね、今回、まあ、ノーカットで、まあ、挑戦してみようかなというふうに思って、この動画を撮ってます。どうしようかな、角度を。これくらいかな、ね、この辺でやればいいか、ということでルービックキューブチャレンジ、今の時間は、8時35分ね、8時35分ということで、ノーカットで、まあ、早送りはしますよ、多分時間かかっちゃうんでね、ノーカットでいこうと思います。揃えて、ではいきますね。8時32分スタートです。やばいな、やばいな、これ。やっと一面だけ揃いましたが、すでに8時35分です。やばいな。揃えられるかな。ちょっと調子が出てきました。2段目までね、2段目まで揃いました。まあこれでもこっからがね、難しいんだよね。すでに8時36分、あれ何時に始めたっけな、忘れちゃった。ちょっとできないかできないか、ダメだ。そしたらいいんだぞ。こんな感じ。なんか十字をなんかね、そう作ってやってた気がするんだよな。お、結構いいかも。あとまあでも、どうなんだろう。ここがね、なんかあとちょっとな気がするんですけど、もうね、8時40分になっちゃいました。四隅、どうしたらいい。どうだ。ああ、ダメだ。あ、でも四隅がね、揃いましたね、これね、この角が。あとは、あ、これはここでようやくいったかな。これあとはここですね。ここのこれとこれとこれね、このあとはね、全部揃ってるんですよね。この三つを回せばいいから、これを回せばいいから、どういうことだ？お、できました。ね、6面揃いました。さあ、何分かかったのかもね、ちょっと始めた時間忘れちゃったんですけど、今ね、8時44分。8時44分、まあ、結構かかっちゃった感じかな。とい
ていうことで、これね、そう、今日ルービックキューブテレビで 見かけてね、で、そう、懐かしいなっていうことで、で、今度はね、スピードのね、やつ、なんかそのスピード競技のね、ルービックキューブは全然別物だなんて、なんか聞いたことがあるんですけど、まあ、ちょっとね、勉強して、超早くね、今まあ、すげえいっぱい時間かかっちゃったんで、そんな感じで、ちょっとこうスピードをね、追求するやつを、ちょっとやってみようかなと。でもこのね、もう10年、20年前のルービックキューブは、結構、ちょっと動きもね、ちょっとぎこちなくて、まあこれをね、競技用のがあるんですよね。なんか、それに買い替えるところから始めようと思います。というね、何の情報でもない、ただのルービックキューブ6面揃えるという動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。たけチャンネルでした。では、ごきげんよう。じゃあね、バイバーイ。